武者は台湾南投げ県仁愛郷大堂村の地名。武者事件発生の地として知られる。人志愛橋の中心地で、海抜線148メートルの尾根に沿って細長く、発達した集落に仁愛橋の校所や警察署消防署などの行政施設が集まっている。また、衝動台14線と第14線の支線である。 第14公線が分岐する交通の要衝に位置し、堀や周辺の村落へ向かうバスが発着するほか、バス停の周辺には土産物屋などが建つ。早春に桜の花が咲き乱れることで知られ、別名、桜ととも呼ばれる。武者の名の書室は台湾節だが、当初は松室武者という名だった。日本統治時代に武者へと改名される。古くは、 セデック族が住む地だったが、後に、漢族も移入した。セデック語では、パランと呼んだ。1906年4月に、台湾総督府警察が武者を占領。1908年には駐在所が設置された。この駐在所は後に、中華民国に引き渡され、南投げ県政府警察局の人愛分局として、現在に至っている。 1930年10月27日に、セデック族の東木モーナルダを死亡とする大規模な抗日暴動である武者事件が発生。小学校が襲撃された数の日本人が殺害される被害が発生した。日本統治終了後、武者の地は、人市愛郷大道村に解消され、行政区画としての武者は消滅した。南投げ県、片倉義文。 南投げ漁誘達人法理武社。2017年1月13日閲覧。交通部観光局。武社。2017年1月13日閲覧。落合泉、セデック語パラン方言の文法記述と品詞性説当時の比較言語学的研究。本文 P5 人試合教講書。大道村勘助2017年1月13日閲覧。 ひとしあい強行書、大道村勘助。2017年1月13日閲覧。ありがとうございます。